こんにちは、佐々木です。本日はメルカリ初心者です。出品者が発送予定日を過ぎても商品発送しません。支払い後のキャンセル申請の方法を教えてくださいというテーマについてお伝えします。それでは早速いってみましょう。はい。この流れですね、こちらの通りですね、出品者の方が発送予定日に過ぎてもね、発送されないってことなんですよね。なんかこういった場合どうしたらいいかってことをぜひね、説明させていただきます。はい。こちらなんですよね。まずですね、事務局にですね、連絡したいですよね。はい。で、事務局に連絡しますと、出品者の方にキャンセルのね、通知の連絡いきます。はい。で、これでですね、行って、出品者の方が無視しますと、もう自動的に24時間超えますと、キャンセルなんですよ。ですが、このキャンセル通知をね、拒否した場合、相手が商品発送意思があるので、その場合はね、商品が来る場合があります。なので、まあ、ぜひね、メルカリ事務局に一言ね、連絡していただければね、対応するかと思います。ぜひね、連絡していただければ、ね、いいかと思います。はい。はい、LINE 登録お願いします。LINE 登録していただきますと30分無料コンサル、10万円稼げるマル秘マニュアル、プレゼントします。ニックルンが3本お願いします。あと、YouTube から一切受け付けてません。LINE アド登録後によろしくお願いします。本日は、最後見ていただきありがとうございます。番組登録お願いします。よろしくお願いします。ありがとうございました。